先週、ニュートン流体の話をしましたね。それは、よろしいか、なんか質問まずあったら行きましょうか。ちょっとね、あのテンソルに慣れるというか、その練習のために、まあ、練習もあるし、まあ、実際手を動かさないとなんか分かった気がしないんです。問題4というのがあります。で、問題4の1はねもうすでにやってあります。で、問題4の2というのをまずやってみましょう。で、問題4の2って何かというと、その前にちょっと説明がいって、まあ、先週ちょっと最後の方でごちょごちょっと言いましたけど、それをそこでの話を具体的にやるとどうなるかっていうのが、この間も言いましたように補足に書いてあるね。で、先週言ったように、そのタワー IJ と、そのデルタ VI、デルタ XJ と、この間に関係をつけ、線形の関係を入れましょうという話をしてました。で、まあ、タウと、まあ、デルタ V と。応力、粘性応力テンソルと、こっちが歪み速度テンソルという名前がついてますね。この間にまあ比例関係を置きましょうって言うんですけど、先週も言いましたように、先週ちょっと復習をすると、まあ、2回のテンソルなんだけど、ここに1回というのはベクトルのことですが、ベクトル的な性質のもの、あるいはスカラー的な性質のものがこう成分として入ってるわけですね。で、それを、まあ、分けて書いてとかっていう話をちょっとしました。で、実際分けるのはどうやりますかっていうのは、そこに書いてある R70 みたいです。まあ、一般にそのテンソル、2回のテンソルがあったときに、オメガっていうのがあったときに、それを、この3つの成分に分ける。オメガ2っていうのが本当にテンソル的なやつで、これは、オメガ2ってのはどうやって定義するかっていうと、そこにもありますが、まあ、なんでこうやるのかっていうのはちょっとまあ置いといて、まあとにかくこうやって計算しましょうと。で、例によってというか、ちょっと言っときましたけど、その繰り返すやつはもう和を取ります。ですから、これは k イコール1から3のオメガ kk の因です。よろしいですか。オメガ kk とか言ったらもう k についてはもう和を取ってしまいます。ですから、オメガ kk とか言ったら k についての和だねと。まあ、ことさに k の和を書くときもありますが、大抵は。で、オメガ ij の1っていうのを、2分の1のオメガ ij 引くオメガ ji で、オメガ ij の0っていうのをスカラー成分ですが、これが3分の1のオメガ kk のデルタ ij、まあ、スカラー成分ってスカラー的な部分とベクトル的な部分と、まあ、テンソル本来の部分というのと、その3つに分けましょうと、こういうわけです。で、ここのところは対称トレースレスです。対称っていうのは i と j をひっくり返しても同じ、もともとテンソル粘性応力テンソルは i j ひっくり返しても対称なんですが、まあ、一般の場合、これ一般ね、一般の場合でやると、まあ、対称なテンソルばかりではないので、まあ、テンソルの対称な部分、対称部分というか ij、 この定義で ij ひっくり返してもこれ何も変わりませんね。で、 ij ひっくり返してもこれ IJ ひっくり返りますけど、こっちもひっくり返るから、これ足したものは結局同じ。例えば、それ分かるね。で、こっち側はどうせデルタ IJ なんで、これどうせ対称ですね。IJ っていうのは、デルタ IJ って黒ネッカのデルタ。ですから、で、しかもトレースですって何かっていうと、トレース取る。つまり、オメガ2の KK 取ると、オメガ2の KK ってどういうことかっていうと、2分の1の、まあ、ちゃんと書けば、これ K の3、なんだ、K の和がありますんで、K のオメガ KK のオメガ KK の引く3分の1の、これ K でやるとややこしい、 L にしよう。3分の1のオメガ KK の L のデルタ LL と、いうことになって、これは L のオメガ LL の引く3分の1のオメガ KK のかける3。ちょっとか和をつけたりつけないたりしてるんで余計ややこしいかな。全部省略する気になったらこれは全部省略できますね。で、これはオメガ LL 引くオメガ KK で、これも正確に言えばこれだから、L の間違えた、これは省略せずに言えば L のオメガ LL、ここは結局同じもんですね。
つまり、トレーストレースというのはあの同じもん、足を揃えて、輪を取るというトレースですね。あの行列なんかでもこう対角成分ちょこちょこちょこっと取るというのは11成分22成分33成分と輪を取ることですよね。でそれはつまり足を揃えて輪を取ると、足を揃えて輪を取る。もちろんあのこうやって書いてある K イコール1から3までですよ。今の場合3次元だからね。でだから対象トレースレスな成分と、まあ、でこっちはあの反対称成分ですね、まあ、これなんていうのかな、まあ、スカラー成分っていうふうに、まあ、あのスカラーじゃないよ、もちろんスカラーではないけどスカラー的な部分というのでスカラー成分、まあ、名前つけておくと、まあ、こんなふうに、なんていうの、反対称っていうのはこれオメガ IJ とマイナスオメガ JR。でこれ足すと、全部足すとオメガはオメガの2とオメガの1とオメガの0足すんです。これも明らかで、足せばキャンセルして、ここが足し算引き算でキャンセルしてオメガ IJ だけ残るよっていう、そういう話。だから要するにこのテンソルを3つに分けて3つの成分に分けますよと。これどうやって、なんでこうやって分けるかって、ちょっとこれはあの今あのここでは言えないですけど、まあ、とにかく分けた結果、こうやって分けたら足したものが元に戻るのは分かるし、それぞれが対象で、対象っていうのはもちろんごめん、対象でトレースレスっていうのはこの性質、つまりトレースを取ればゼロですよという、そういうあの部分と、それから反対称な、ひっくり返すとマイナスがつくよ、それはそうですね、これひっくり返すとマイナスがつきますね。まああのデルタ IJ に比例するようなコント、そういうふうに分けましたと、さという。でこれが先週ちょっと言ってた、まあ、テンソル的、本当にもう本来のテンソル的な部分と2階のテンソル的な部分と、ベクトル的な部分と、まあ、スカラー的な部分に分けましたっていう、まあ、実態です。この間あのお話ししましたけどね。であの、まあ、これを、なんでこうやればなるかとかっていう話はちょっと難しいので、そこはちょっとここでは触れませんが。別にそれ触れなくても何もあの、何もその、あの問題はなくて、ここのことを理解するだけでしたら、これとにかくここを分けましたと、分けられることは事実。これ足したらオメガ、いい？足したらオメガに戻るね。もう一回言うよ、足すやろ、全部足すやろ、これとこれはキャンセルしますから。よろしい？ね。でこことここだったら、これプラスオメガマイナスオメガでこれ消えます。オメガ2分の1オメガ IJ と2分の1オメガ IJ とオメガ IJ だけ残って元に戻りますね。元にっていうか元のオメガに戻ります。ですからこうでしょ、とにかく分けたわけだ。でどうやって分けましたかって、今テンソル的な部分とかスカラー的な部分とか何か言いましたけど、あのさ、まあ、とにかくそう見てくれだけでも、そういう言葉を使わずに、分けたとすれば、言うとすれば、これ対象でトレースレスな部分を取り出したっていうか、対象でっていうのはこう対象、まさに対象、IJ と JI ひっくり返してもこれ一緒ですね。ねオメガ2の IJ って IJ と JI ひっくり返して同じでしょ。 IJ ひっくり返して JI にしても、ここ JI でここ IJ なの。足したものはどっちにしても IJ と JI 足してないから同じもんですね。でここはもちろん、クロネッカーのデルタって対象でしょ。大体非対角成分ないもんね。12とか0だしね。11と22と33しかないからね。よろしい？だから対象はよろしいと。質問、行列で言えば、要するにこれに対してこことここが同じ、要するにこう同じ成分持ってるのを対象と言うとるわけだ。だオメガ IJ12 とオメガ21が等しい、これが対象ね。いいですか。だからこれ対象になってるでしょ。元のやつオメガってのは対象かどうか分からんけど、こうやってしまったらこれ対象ですね。対象の部分取り出した。でこっち側こうやってたらこれは非対象ですね。あ、ごめんなさい、反対象ですね。 IJ と J がひっくり返したらプラスマイナス入れ替わりますね。これ例えばオメガ12やったら 12-21 なんですから、21やったら 21-12 になって、これは全くマイナスなんですね。反対称成分取ったね。で最後はあの、まあ、こういうトレースの部分だけ取り出したという、こういう格好になってます。で結果これよろしく、この計算よろしかな。あ、特に問題なのはこう3でできたら何が分かる。3でできたら何でやろう、まあ、全然簡単でこれですね。
これが3になったんです。 で L って11も2にも33も1でしょ。で L で123足したら 3ですね。要するにクロネッカーのデルタってここが、クロネッカーのデルタっていうのはあのセブン、あの行列の表示ですればこれですね。クロネッカーのデルタって3次元でよろしいよね。クロネッカーのデルタってデルタ IJ を IJ 成分とすれば、でこれはまあよくこんなふうに書いたりしますけど、1まあ E と書いてもいいかもしれないけど単位行列ですね。これがあのクロネッカーのデルタの行列で書いたらこうなりますね。だからこれってあの、トレースといえばトレースとって言うのねこれね3ね、だから3があってで3と3分の1でこれ、あこれが分かる。オメガ LL とオメガ KK が等しいよって、これは LL って書いてるのはもともとは昨日さっきも言いましたけど L でワードを取るってことですね。 L でワードの省略してるんよって、繰り返される文字が出てきたらあの L でワードを取るというこの記号を省略してるんやから、まあ、分からない人は補えばよろしい。こっちもそうです。これ見てみたら分かるように、これ両方とも L と K という文字は違うけどどっちもオメガ11足すオメガ22足すオメガ33ですね。これは同じもんです ね。こういうのダミーインデックスって言います。ダミーインデックス、つまりオメガ KK って書いてるのは K についてオメガ KK なわけですから、もちろんこの和を取る変数は L と書こうが K と書こうが A と書こうが、A と書こうが E と書こうが、まあ、全部同じなわけだ、ね、こういうのはあのダミーインデックスとよく言います。要するになんかあの、依存性があるような顔をして全然依存性がないという。ダミーはダミーインデックス、ね、だからダミーインデックスなんで、K の依存性とか L の依存性ないわけ。でも実際やるとこう確かにそうで、こうで今やったことはテンソルをこんなふうに3つの成分に分けましょうということをやりました。でそれぞれの成分というのはまあこういう性質があるよということだけ言いました。これは今一般のテンソルなんで、このこれをって言ったらあれですけど、このことを利用して、今の場合の話をこの流体の応力テンソルの話をしましょう。でそうやるとそこにも書いてありますがタウ IJ の2成分、今言ったオメガの2成分みたいに対象トレースレス成分ですね、対象トレースレス成分のと、この、アルファ22って書いてたっけ、一般にはここの R75 であるように、これをあ、まあ、要するにこれとこれのこれとこれ の比例関係というのをこう、ほぐしてっていうのはタウ中にはタウ2とタウ1とタウ0があるわけね。こっちのデルタ V の方にもデルタ V の括弧1と2と0とあるわけね。それをほぐしてそれぞれの線形関係にしてるわけだ。それがここね、1とか書いてあるのこれ知る、まあ、別にこれアルファでしょ、これベータにしてガンマにしてもよかったんやけど、なんかそうなるとキリがなくなってくるんで22とか書いてますけど、これは別に例えば嫌やったら A はこれ使ってるから、BIJKL とこうやっても構わない、これを CIJKL とこうやっても構わないです。だけど、まあ、そこは系統的に名前を付けるために、まあ、こんな風に名前つけています。これ先ほど BCD にしてもいいの、別に2こんななんていうの22とかこう上に上なんかこう添え字があんまり多いと嫌になるよね。だから添え字が嫌な人はあんまり、そう、まあ下の IJK のをつけなきゃしゃあがないですけど、上の22なんて嫌やと思ったらこれ B にして、これを全体 C にして、これ DIJK とこうやったと別に構いません、名前の付けようをどうするかだけの違いで、タウ IJ の位置はこれゼロだよ今の場合。なんでかっていうと タウが対象だから、さっきの言ったもともとオメガが対象なんで位置成分ないわけだ。対象点数、もともと対象点数なんで反対称成分取ってもゼロですね。
あの タウがあの対象なの。タウが対象。タウ IJ とタウ J が一緒です。あ、間違えた。なんで、IJ から JI 取ったらこれ0になってしまいますね。ですから、これは0、もともと0ですね。がタウ IJ の0の成分、またやっぱり、αIJK の今度は0、02のデルタ、こんなふうに、まあさっきの線形関係を、まあ、そこに書いてある通りですが、まあ、線形なんで、各成分が、こっち側のデルタ V の各成分に線形に、関係するよっていうと、こういうふうな一般的にはこういうふうに。ところが、そこの R79 とかにも書いてありますように、いろいろその先週も言いましたように、物質の、まあ、等方性だとか、それから回転、等方性だとか、それからなんだ、あの反転対称性も入れたかな、そのもの全部入れいろいろやって議論、その対称性を入れて議論しますと、結局こういうところは消えますよということが分かって、でここが、そこにありますような R の79のような格好になりますよと。で こっち側も、もうこんなごちゃごちゃ書きましたけど、結局これゼロで対称性の議論からここだけ残りますよということが、しかもこれデルタ IJ に比例しますよと、まあこれ残る、まあ、そういうふうなことが言えます。そこはまあちょっと、めんどくさい話なんで、ここでは講義では省略します。興味のある人はここに全部一応書いてありますので、読んでくれば分かります。で結果ですね、その結果だけちょっと使って計算になれるために、その結果を使った計算だけやろうというのがここの趣旨です、問題の趣旨です。で結局これがそこにもあの R の79でどんなベータの2の2っていうのがイータとしますっていうふうに R の81に書いてあるんで、ここは結局イータのそこ入れますと、IJK でマイナス3分の2のデルタ IJ デルタ KL のデルタ IL デルタ JK のデルタ IK デルタ JL ということが結果、対称性の議論の結果分かり、でこっち側も、そこにありますように、ゼータと置いて、ゼータのデルタ IJ デルタ KL のってこういうふうだわけだ。でまあ結局なんか初めにものすごいたくさんの係数を用意しましたけど、まあもともと正せば81個あったわけですけど、それがまあ対称性の議論から先週も言いましたように、イータとゼータの2つだけの係数に落ちますと。これがニュートン流体のお話です。で男性体はね、男性と年性の違いましてね、これは非常に、知ってて、いろいろこう何ですか、話のネタになる話なんで、皆さんぜひ知っててくださいね。男性と年性の違いね、変形した時に、変形しただけに元に戻ろうとするのが男性ですね。年性は変形しただけでは力がかからない、ね、流体の性質、その速さに、変形の速さに比例してかかるというわけです。よろしいですか。年性と男性がごちゃにしないよね。で今これ年性の話をしているわけですけど、男性体でも同じような話がであります。で男性体の場合ここではやりませんけど、同じ話がラメの係数、4年生の研究室によったらひょっとしたら出てくるかもしれませんが、ラメの係数っていうのが男性体ではあって、やっぱりこういう、何ですかその場合は歪み転送と応力転送との関係、こっちは歪み速度転送ですが、男性体の場合は歪み転送になりますけど、それとの関係、線形男性体の場合は同じような議論によってやっぱり2つの男性係数に落ちますよっていう、その2つの男性の係数のラメの係数っていいます。同じ話です。同じ話というか同じ話ちゃうけど、要するに対応する話です。男性体と年性にね、流体にね、年性流体にね。よろしいですか。これはまあ余談。
でこっち側のイーターとゼータは先週も言いましたようにズリ粘性係数体積粘性係数と呼ぶのでした。なんでそういう名前がついているかはまたおいおい分かります。ここまでで何か質問はありますか。ちょっとかなりなんかちょっと聞いたことない話がダカダカと出てきてあれとか思ってる人も多いと思うんですが、何か聞いてみたいことがあったら聞いてみよう。非常に初歩的なこの話の前提になるような話でよろしいけど、どうですか。なんか記号がわからんとかじゃないですか。大丈夫 OK。 じゃあ次行きまして、でそれでタウを求めようというのがその問題4の問題です。タウは何か、タウ IJ は何かっていうと、それをこれとこれ足したものですね。今の場合これ0ですから、これとこれ足したものですね。それを考えればいいんです。ちょっとこちらを簡単にしましょうか。これKL の2っていう2の成分というのはこれトレースレスです。トレースレスですんで、これは0になるわけだ。こいつは0になる。なんでかっていうと、デルタ KL の、デルタ V の、2の KL っていうのは、これまた繰り返される和は、実はこれが抜けてるんよとかっていう話でしたね。で L で和を取るんですけど、 L は K のとこしか生き残りませんので、で同じようにこっち側も、どうでしょうか。ちょっと考えてみて、これだけ取ったらこれ KL を補ったで、 L での和のところでデルタ KL があるんで K のところしか生き残りませんね。あと全部ゼロだから K だけ。なのでたぶんこの辺で何パーセントか、あれ何やのこれとかって思ってる人がいると思うから、何やのこれと思ってノート写しながら頭で考えて、あれこれなんでこっち行くのとかっていう話を、言うて、これもう僕があらかじめここはこうよというより、なんか皆さんの方からあれこれおかしいんちゃうのと言ってくれた方が、なんか皆さんの理解が深まるような気がする。ちょっとこの試験機、俺間違えてるかもしれないから、お間違えてるんちゃうかと思う批判精神でもって、で なんでここからここ行くのっていうのが分からんところを手挙げて聞いて、で結局はこの結果が、あれちょっと間違えた、あ2か、これ2だな、あ2に失礼しました、これ2だね、2つあるですが、もうちょっと丁寧に書いたら、ここのタブ IJ0 をちょっと、ですね。でこれの結果が R の66です。これから R の66いくんですけれど、どうでしょうか。ちょっと頭使って考えて、でなんでここはこういくんやろうとかっていうのを、まあここまでのところはじゃあもう一遍元に戻って、これはまあこういうふうに与えられるよっていうふうにしてしまってるんで、まあここはあれなんですけど、まあ、でもここまでのところで何か質問ある？ここの1行目のこの質問。これが0だったりこれが0だったりっていうのは対称性の議論なんで、そこはすっ飛ばしました。
でもとにかく何か対称性の議論してここがゼロになってこのこいつがこんな形になるよっていうのはもうこれちょっとここは天下りになってます。で、これをやりますよ。でここに書いた時ももうすでに、まあ、ここからもすでにそうですけど、KL については和を取るよっていうことになってます、ね、さっきも言いましたけど繰り返される記号については何も言わなければ和を取るという規則通り KL については和がここついてます。なんでここでももちろん生きてます。で KL については和を取る、ここで和を取る、和は実際にここのところだけ取り出しました、こうなる。いい？でこうなるとデルタ K はクロネッカーのデルタなんで K と L がイコールの時しか L の和の中では起こりませんのでこうなる。ところがこいつはトレースレスでしたから2成分はトレースレスでしたから0です。2成分というのはさっきオメガの2成分で考えたからね、オメガ IJ ってやってたやつがここの Y、デルタ IVJ、 つまりデルタ VJ デルタ XI ね、こういう点数の成分やと思ってるわけです。ここはいい、ここダメな人、手挙げて聞いて、ここいかん、ここはようわからん、いい、ほんまにいい、大丈夫、トレースレスでゼロっていうのはいい、先あったよね、先ここでこちょこちょと書いてオメガの2成分で取ったやんか、でオメガの2成分でトレースレスで対称とかやったよね、つまりトレースはゼロ、つまり足で和を取ったらゼロという成分なんですね、先みたいにして作ったわけで、まあ書くとこないな、デルタ V の2っていうのは2の IJ って 何かというと、さっきの話で言えばトレース取ると、だからまあいや、それはまあいいや、それで、まあいや、こういうことね、これがダイバージェンスの部位ですね。これR の70の初めの定義通りにやってるわけだね。よしね、じゃあいいかな。でこっち側はやっぱり同じ議論でこんな形になるんですが、ここは何ですかっていうと、デルタ V の0の KL、また KL でまた和を取ってるわけです。同じ議論やるとデルタ V0 の KK、 つまりデルタ V0 のトレースです。デルタ V0 のトレースっていうのはそのデルタ V0 の定義 R70 を見てくれたら分かるようにデルタ V のトレースです。デルタ V のトレースっていうのはダイバージェンスの V です。デルタ KVK だからね。でデルタ VK、 デルタ K、 デルタ KV、デルタ VK デルタ XK か、あこれ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 だよ。でこいつを足せばタウですねっていう話なんで、足しましたっていうのがこれですね。で初めの式のこれは何かっていう と、今残ってたこいつですね。でこれまた KL で和を取るんですけど、 KL で和を取る と、K が J、L が I の時だけ生き残るわけです。つまりデルタJV でここが K が J に化けて L が I に化けるわけだ。 K が J に化けて L が I に化ける、ここのところっていうのはまた KL、 KL について繰り返された文字があるんで、KL についてここのこれとこれね、そうデルタ IL デルタ JK のですね。でこれ、K と L で和を取るんですけど、 K で和を取るとき J しか生き残れへん、 L で和を取ったとき I しか生き残れへんということは、ここが I でここが J に化けますね。 ですから、ほら、でもう一つの片割れの、こっち側はこうなりますね。でさっきの、タウゼロの方のゼータデルタ IJ ダイバージェンス V っていうのを変えたらこれだ。なんかちょっとこう大丈夫ですかね、大丈夫よね、別にあれよね、暑さのせいでちょっとこうちょっと暑いですけど、これ
あ、ここにもかかるんちゃうかと。あ、かかります、かかります。失礼、かかります。どうもありがとう。失礼、かかります、かかります、かかります。かかります。だからこれこっちの方が、ああ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。その通り。そうそうそう、そう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 。だからこっちもちろん、ここのところ、いい板かかってないですね。こちらです。失礼しました。他に何か間違えてるとこあるよね、きっと。で、あとはそうすると、このデルタ V の I 字をまた、どっかに書いたな、さっき。あ、これか。これ入れて、入れるだけ。入れると、こうなりますと。で、ダイバージェンスの V の経験、まあ、さっきも言ったダイバージェンスの V なんで、それをまとめれば、R の66になりますね、と。1っていうのが、デルタ IJ の、さっき書きましたね。そこに1と書いてあるのはデルタ IJ を成分とするベクトテンソルのことです。なんか太字で書かなくてもいいけど、なんか細字で書くとこれはこればっかりはなんかこうなんかピンとくえへんので、テンソルだけど太字で書いてます。さあそれで、それができたらいよいよこれで R75 から R66 を導きなさいっていうのでこれ問題終わりで、で問題3は、その今 R の81と R の66を求めたものから、この R の82つまりナビエ・ストークス方程式を求めましょうという話になってまして、それをやりましょう。 R の80なんだったっけ、8あれ82のところで出てくるのはデルタのデルタ XJ の TIJ とこれが出てきました。これは何かっていうと TIJ っていうのはマイナス P デルタ IJ プラスタウ IJ です。で、またこれ J と J でこれ和取るの で和取るんですけど、和取ると I のとこしか生き残りません。つまり第1項はこうなります。で第2項はこうなって、でこれが今ここで出てきたイーターのデルタ VI デルタ XJ デルタ VJ デルタ XI のプラスゼータマイナス3分の2イーターのデルタ IJ のダイバージェンスの V と。でここのところを計算しましょうということになります。イータやゼータは今定数やと思ってますんで、これはまあそのまま書けば、でここのところを微分の順序を入れ替えますとなるので、結局これはまあ、カテシアンで書いてるわけでこれのことですから、結局あまあいいやね。で R の82が出ると、まあ、言っていいのかな。でナビエ・ストークスですよというんです。どうでしょうか。これは何でこんなもん計算したかっていうと、R の81の、左辺右辺か右辺第1項ね。いいですか。例えばこういうところは大丈夫ですか。これになる。でこれはこうだからですね。J について本当は和が取られてるからこの意味ですね。これはで J で和を取るんだけど、 J が I と違うときは消え失せるんでこれだけ残ると。で R の81はもちろんロー DVIDT というところから始まってて、その第1個だけこうやって計算したんですね。で第1個はこれと、これと足したもんよという話になってて、で、それを加えると R の80何でしたっけ、
2になる。よろしいですか。R の82の代項がここですね。これグラディエント P ですね。ベクトルで書けばマイナスグラディエント P の、でこれがイーターのデルタ、ラプラシアンじゃねえか、このラプラシアンとはちょっと言いにくいけど三角形ですね。VI ねの、これまたラプラ、あのベクトルで書けばナブラですね。グラディエントですね。はい、それでナビエストークスの導出というところでよろしいでしょうか。さてそれでですね、じゃあまあこうせっかく導出したので、ちょっと例を挙げて何かその計算できるものを計算しようよという話になります。何か質問があったら、こういう例です、ハーゲン・ポワゼユリ、ちょっとそんな数学的な準備みたいな、準備はないねんけど、その準備ほどのことはないねんけど、ごちゃごちゃしてあるんですけど、問題8か、問題8をちょっと考えましょうかというわけで、で問題8は何かというと、こんな例をやろうというわけですね。管の中の、管の中に流れがありますよと、まあ管ポッポあのねて、ホースやね、まあ、血管というのですね、流れ場がこうなんていうの、こう圧力勾配をかけといたらビューッとこう水が流れますよね。わかる、ビューッと水が流れる。君ら水、ま、庭の水まきあったらそれ水流れません。いや君そんなこと言わないでください。もちろんあの自分たちの血管の中はこういうふうに流れる、まあちょっと血管は本当は血は あんまりニュートンで言うとよりもうちょっと粘性がある、あ粘弾性があるので、それ大体こんな硬くはないからね、あの血管をね。だけどまあ大ゼロ近似ぐらいで、まあ、大体こんなもんだと思ってもええわけです。こういう問題が初めて考えた人、ハーゲン・ポワゼユリって、ハーゲンという人とポワゼユリという人が考えたんで、ハーゲン・ポワゼユリというような名前がついています。でこれについて考えましょう。で、この問題を考えるんですが、そうかそうか、でこういう時にですね、まあ今問題、これにはなんだっけ、こういう問題に限らずですね、流体の問題を解く時に、まあ、考えないかんのは今、こういう連続の式と、で今出した これだけでは本当は解けないんですけど、まあとにかく今僕らが知ってるのはこれです。でこれを、これに、まあ、当てはめて、まあ、実際の問題に当てはめて解いていこうってわけです。これは質量保存、質量は保存されますねっていう式から、導きました。連続の式なんて言いましたけどね。でこれが今導き出しましたナビエ・ストークスです。でこういう2つの式、これだけじゃ実は解けないんだけれど、まあ、それでもこれに対して、まあ、これに限らず流体の、まあ、ニュートン流体の問題については、こういうものを考えるわけです。でただしかしこれパッと考えてなかなか解けません。いろんな理由があってなか解けませんが、だから解ける、これをフルに使って、まあ、ある程度まあ いや とにかく解くのはその限られた問題しかこれをフルに使って解くことはできないんですが、一つはですね、よくやられる近似はまず流体今考えてますね。で流体考えてるんだから液体、ごめんなさい、流体というよりむしろ液体、水ですから液体ですね、気体じゃなくて。で、まあ、どちらも流体も、液体も気体も流体ですけれど、液体といった場合はあまりにその密度が変化しません、ね。まあ、密度の変化っていうのはそんなに考えなくていい、つまりローは一定で考えましょうやっていうことをよくやります。これ非圧縮ということもあるんですが、まあ非圧縮というともうちょっと広いんです実は、まあ細かいことを言うとね。例えば、非圧縮っていうのは流れに沿って、密度が変わらないということで、例えば海洋、海の流体力学を考えようと、海洋の流体力学を考える、この時は
その何ですかね、上の方と下の方と密度は変わりますね。これ下の方は圧縮されてるのがちょっと密度が大きいね。だからそういうような時はですね、もう、流れに沿って、あの場所によってローは変わるけど、動いたからといって密度が変わらないっていうのも実は非圧縮です。だけど、その非圧縮、今そういう細かいというか、海洋のことはあんまり考えないんで、これ水槽みたいなことを考えたらもう普通これでいいです、ね、海洋みたいに考えたらこう下の方の水の圧力が高い、密度が高いんで、ちょっとこれは使えないんですけど、その場合も実は同じようなことで使えるんですけど、ちょっとその話はちょっとこっちは置いといて、もう置いといて、この辺の何ですか、こういうホースみたいなの考えるとき、こういうの考えないと大体どういこうと言ってるし、そうすると、ロー移行で一定ですから、もう全然変わらないですね。何が言えるかというと、これ微分のところ、これゼロ、これもこれダイバージェンス V がゼロになるんですね。でダイバージェンス V がゼロですから、これもゼロで、これが消えますと、まあ、こんなような禁じをするのはそれほど、まあ悪くはないでしょうと言えるわけですね。もちろん気体だったらそういうわけにいかないですね、完全にね。気体はもう全然圧縮するし、大体音波が伝わるって大体、密度が変わって伝わるわけですから、もうそれは全然ダメですけど、まあ、液体なら、まあ、大抵大丈夫と、まあ、非圧縮と、まあ、いうことありますが、先ほど言ったようにちょっと非圧縮というと本当はもうちょっと、あ、これは非圧縮と言っていいのかな、これは非圧縮、まあ、この条件は非圧縮と、非圧縮条件を使います。それから、まあ、今簡単のために、まあ、重力の影響は、まあ、無視しましょうと、今このホースの中考えているときに、まあ、本当に言うたらちょっとあるでしょうけど、まあ、それはちょっとあまり、ないもんと思っても、まあ、初めそれ考えましょう。後でまあ考えるにしても、初めは問題を簡単化する意味で、まあ、無視できると考えましょうと。で、まあ、そういうふうに考えると、残るのはこれだけですね。から今ホースの時で今こう考えてる、まあこうやってだんだんいろいろ問題を簡単にしていくわけですが、ホース考えるというのに特化すればですね、まあホースでこう定常の時考えたいな、定常の時考える、あ、まあそれは後にしようか、まあ、とりあえずそれでちょっと変えてみましょう。でこれでね、でここを Z 軸にして、ここを X 軸にして、ここは Y 軸、これでいいんだっけ、いいんだね、どんなふうにして、まあ、これはもうダイバージェンス V にもう落ちましたんで、これはこれで考えましょうね。ちょっと XYZ って書きますよ。 XYZ を X1X2X3 って書いてる時もあるし、 XYZ って書く時もありますけど、同じもんです。 X1X2X3 って書いてる時もありますけど、 XYZ って書いてる時もあります。同じもんです。あ、ごめんごめん、何やってるんや、すいません。と書けへんなってしまった。これここのところって DVDT って何やったかっていうと、デルタ V デルタ T、 初めにありましたように、V グラッド V とこういうもんですから。これを開いて成分で書けばこんなことになります。で今よくこれを見ますと、こう書きましたけどこれこうホースがこう流れてるんやから、これ VX0 とやってもまあよろしいよね。速度の X 方向の成分は0ね、結果から言うとそういう解が欲しいわけですね。ですから全部ゼロです。あ、全部ゼロやけど、あ、残る、これだけ残るっていうわけで、これから出てくるのはデルタ P デルタ X がゼロですよと、はい、出てくる。で同じように VY の方向も同じことできますから、同じようになると、これ P ね、同じような議論をやればこれもちろんこうなります。それからあと、これダイバージェンスの V が0っていうのもあります。これも使いましょうかと、これはちょっと書きにくいな、どうしようか、
この辺に書く。あ、ちょうど大概 V が残っとる。ダメダメ、これじゃ。まあ何かというと、デルタ VX、デルタ X、プラスデルタ VY、デルタ Y、デルタ VZ、デルタ Z、イコール0で、VX、VY は0ですから、これ0と。だからこれが0と。これだけ分かる。で、あと残ってる式は何ですかっていうと、この Z 成分ですね。Z 成分書きましょう。ローのデルタ VZ。でこれは0なんですね。VX は0ですね。VY は0。で これは0ですね。で、今、定常状態考えよう。定常状態。まあ、ホースずっとなんで、もう、速度場とかなんとか時間変化しない。ずっと流したまま、定常流。定常流を考えて、これ0。まあ、なんか、問題がなんか骨抜きになってきますが、定常。定常状態考えましょう。これ0。そうすると残るのは、まあこれだけ、これが0にならなきゃいけないですね。あ、これが0と、あ、これが0ですね。で、これも0ですね。こことここが引っかかったやつも、これが0ですから、これ0と。だから結局残るの、これも0ですね。だから、残るのは、ああ、初めなんかやり大変でしたが、まあ、なんか簡単化したり、解の、形を予想したり、予想したりというのは、VX は0よね、VY は0よね、とかね。まあ、それは そういう解が、当然あるでしょうから、そういうのを仮定して、ガンガン式を簡単にして、ここまで来ました。しかしこれはどうしようと。いうと、まずですね、P は XYZ の関数なんですけど、これがあるから、結局 Z の関数ですね。P は Z の関数。これはリーズナブルですね。Z 方向こっちですから、圧力っていうのは Z 方向にしか変わりませんって言ってるわけですね。ですからこれは Z の関数です。で、一方ですね、こいつは何かっていうと、VZ はですね、Z にはよらんのですね。VZ は Z にはよりません。VZ は Z によらないんですから、XY の関数ですね。だからこれは XY の関数。これが等しいっていうのは、これ両方定数の時だけです。ね。これ両方とも定数でないと困ります。だからこれイコール定数と。XYZ によらない定数となることになりました。なります。で、その定数をどうやって何を見てるんだっけな。マイナス C にしましょう。この定数をマイナス C と問題では書いています。これは圧力勾配ですね。圧力勾配が一定になるってことは分かったわけですね、今の場合ね。圧力勾配が一定になると。どこでもかしこでも一定になると。それを C にしましょうと、こう言ってるわけです。これをなんとか簡単にしないかんわけですけど、今、まあこれ断面をこう、K の断面をこう見ますと、これ対称性がもう一つあって、この、まあ、速度場、まあ、こういう速度場ですね、まあ、こっちどっちでもいいですけど、まあ、こっちからバーッと吐き出てる方がイメージ出るか、バーッと水がこう管のところをこう通ってるわけ、ね、通ってたら当然その速度場っていうのはこのこっち方向に寄らないでしょ、簡単には、ね、速度場っていうのは、この何ですか、回転に対して対称のはずですね。回転しても何も分かんないというか、状況変わらないというか、ね、要するに ここの速度場とここの速度場ってのは変わらんでしょう。角度によっては変わらん、中心間の半径だけによるというのが、まあ、普通な気がしますね。ですからそうするとむしろ、XY で今までこう、変えてきたわけですが、これを Rθ に変えた方がよろしいと。つまり、この半径 R と角度 X から取るのは普通か。ごめん。普通こんなふうに書ける。ね。R と θ に書いた方が、それは、なんか物事が見えそうですね。で、これを変えないといけないというわけだ。つまり、デルタ、デルタ X というのと、
まあ、デルタデルタ Y で書かれてたやつをデルタデルタ R とデルタデルタシータに変えないといけないというような作業が必要です。了解。ここはちょっと早かったかな。ちょっとここでちょっと一服しようか。ちょっとこの辺で聞いた方がよかったな。なんか分からんとこあったら聞いてくれ。ノート見ながら何やってんねんとかっていう何やってんのとかっていう、何やってるかってホースの中の水流体力学だったわけだけれど、どうでしょうか。なんかノート取っててあれこれなんでやろうとか、この文字何やったっけとかっていうのはちょっとここで一服した方がいいね。なんかちょっとなんか調子に乗って喋りすぎたか。VXVY が0でなんて話、そういうもんが得られる解が得られるでしょうという予想のもとにいろいろ解を簡単化すると、まあ、話はこうなる。でもここまで来てまだ、ちょっと難しいなと思ったけど、これを、こういう極座標っていうんでしょうか、平面極座標、円筒座標ね、ごめん、 XYZ、R θ z ですよね。でも z はもうなくなってるから、結局 XY は R θ に変える。そういう変数変化をするともうちょっとこれが対称性が見えて分かりやすくなるんじゃないかという予想のもとに、これを XY を Rθ に変えようかと、こういうことを考えているわけです。そこで今ストップした。でよろしい。でこれを変形するのはまあ、今やったら本当インターネットをちょんとやればこれは変換できるんですが、まあしかしそうは言ってもなんでそう変換できるかというのを知ってた方がいいし、もっとややこしい座標変換の時にどうやるかというのもあるでしょうから、考えますと、これは x イコールもちろん座標変換は1人ってこれ分かる？大丈夫ですかね。これはこうですね。こっちがデルタ Y、デルタ R ですか。デルタ R で微分しようと思ったら X で微分して X を R で叩くと、 Y を叩いといて Y を R で叩けば、いや全体の R は残らず叩いたことになるわけ で、これがデルタ X、デルタ θ ですか。じゃあデルタ Y、デルタ θ、これを、まあ行列の書き方を行列の演算規則を使って書けば、デルタ R というのをちょっと訳してデルタ R とこう書いてます。デルタデルタパーシャルパーシャル R パーシャルというか、こんなやつをこんな風に書いてます。で今欲しいのはですね、デルタデルタ X を書き換えたいので、デルタデルタ X が何ですかと、デルタデルタ X をこう書き換えたいんですね。デルタデルタ X で書かれてるから、これにデルタデルタ X が何々っていうのが分かって、それを放り込むということをやりたいわけだ。ね。だから、むしろ、デルタ R、デルタ θ を知っても知らなくて、というより、この逆のこれが知りたい。なんか分からんねんけど。これは逆行列取ればいいんですね。逆行列取ればいい。でしょ？これの逆行列はこれですね。でもこれの逆行列なんですけど、もう一工夫というか、楽をしようとすれば、こうやればいいんですね。だから下の段 R で割ってね、こうやってこうやっとけば、ここのとこがよく見慣れた、知ってますね。これの逆行列は全然簡単で、これの逆行列はこれですね。点値を取ればいいんですね。でこれは実はいろいろ深い何て言うんでしょうか、数学的深いほどではない、ちょっと 裏話があってうまいことこう言ってるんですけど、まあもちろんこれをそのままやってもこれ出るんですけど、こうやった方がここの行列は簡単なんですね。ここの行列、これ直行行列っていうんですが、直行行列の逆行列は点値を取ればしまいと。だから普通逆行列ってえらい難しいですよね。逆行列って考え、まあ、2×2 なんてみんなバカみたいだけど、これは例えば3次元になると面倒くさいじゃないですか。 3×3 例えば、XYZ から RθΦ に
変換するなんてことも同じようにできますけど、その時に 3×3 の行列の逆って考えるのはちょっと面倒くさいですね。でもその時にそこのところは直行行列やったら点字でパッと一発ですよ。言ってみようかね。だからここ直行にするっていうのは非常にまあ計算楽にしますよね。でなんでじゃあ直行になんのとかっていうのは実は、ちょっとこれ難しいんですけど、ここのところが実はある種の、正規直行規定になってるんです。なんでいうとちょっと線形代数があまりにやってきて、線形代数なんて忘れたよなんてやつがいっぱいいると思うんであんまりやりませんがという話があります。でまあそれはよろしいけど、とにかくこんなことやるとうまいこといくよという例を 3×3 でやってるのが実は今突っ飛ばした問題の5から7ぐらいなんですね。でこの辺りの計算もあの問題5でやってるので、この問題語の前のところ の式変形がわからんなと思っても、問題語の、略解を見るとわかるようになっているので、R の91あたりで悩んだ人悩まずに、問題語をやりながら理解してみてください。から問題6問題7もそのようなものです。で結局ですね、何が言いたいかというと、これがやればいいの でまずデルタ X のデルタ、これやりたいわけですよ。まあ、デルタ事情出てるんですよ。でこれは今ここにありますんで、コスシータデルタ R マイナス R 分のサインシータデルタデルタシータ。これなんか印刷悪いな。 R の115もそうやね。なんかマイナスプラスが抜けてるね。R の115も実はこれなんです。ファイがシータになってるけど、これです。あこれプラあれこれいいね。これですじゃないわ、ごめん。R の115の初めの、デルタデルタ X のところあの、コサインファイデルタデルタ R マイナスが抜けてますね。抜けてるというか抜けてないんやけど、あの印刷に出てませんね、僕のやつだから。デルタデルタ y の方は、2つ項があってプラスですね。なんかプラスの縦棒しか出てませんけど、ここは大丈夫かな。それのファイがシータになってます、ここでは。でこれを計算すればいいんですけど、これ計算するときにちょっと注意をしとかないかんですね。よし、これ言ってみなかったな。ここはよろしい。あ、デルタ X っていうのがこれでしょ。だコスシータデルタ R マイナス R 分の1デルタシータ。あ、ちょっと時間になってしまいましたけど OK、 ここは理解したので、今これ計算したらいいわけね。でもう一つはもちろんデルタデルタ Y デルタ Y、これもそこにある、R のですから115の2つ目のやつをファイをシータに変えて2つ並べる。でこれ足せばね、足せばこれがR シータで書けることになるね。分かった。なんていうの、まあ、ここのところちょっと実際の計算を来週やりますけど、今日はまあここまで。